こんにちは、緑川です。今日はね、最近新しくね購入した、スター社イタリア製ですね、メイドイタリーの会社名がスターというところの商品名がポリラフィア、はい、こちらねゴールドが入って一番ピカピカになっています。私4種類買ったうちのこれが一番華やかなので、これからね編んでみようかなと思います。こちらはね 200m で15ミリ幅になっています。で、早速ね長方形の底を編んでみました。長方形の底は15目の鎖編みでスタートして、サイズを測ってみますね。幅がそうですね、およそ10センチぐらいございます。横幅の方はそうですね23センチぐらいになっております。はい、4段ね編んだところですね。はい、でかぎ針の方はね7ミリというジャンボ針を使っております。で、まあ、ちょっとねこうシワシワってなったのは試し編みをしたせいなんですね。はい、出してくるとねとってもはい綺麗なまっすぐの紐がね出てきます。こちらは見た目がラフィアですが、素朴なラフィアのように見えますがポリラフィアということでポリエステル 100% のものでね、とてもねすべすべとした糸です。編み心地の感覚的にはスズランテープと変わらないかなという感じです。はい、素材の厚みとか違うんですけど 1.5 センチ幅がこう折りたたまれたようなね、半分ぐらいに畳まれたような感じになっています。こう、ね、2、3枚、はい、でね、15ミリ幅と書いてあります。ここにねポリラフィアリボン幅15ミリ、 200m、 お色が302番なんですけど、まあ、1.5 がこう畳まれてますので、はい、まあ、畳まれてないとね針もあって編みにくいのかなと思います。ではね今 1,2,3,4 段往復編みでね編んでおります。で長方形の編み方は1本の動画にまとまっております。上と下にリンクを貼っておりますので、初めての方はご覧になって4段まで編んできてください。はい、ではねここから、はい、編んでいこうと思います。で今ね尻尾さんがあるこちらが裏になっていますね。で今回はねシンプルにこの柄を生かすためにシンプルに編んでみようと思って往復編みの長方形で編み始めていますので、今からね、そこはそこで4段編みましたけれども、ここからは、はい、側面を1段目、はい、を編んでいきますね。今回はね増減なしでまっすぐ編んで、どれぐらいのバッグになるのかなっていうのをね知りたいので、シンプルに編んでいこうと思います。またこの柄物の糸でもありますのでね、シンプルな方がね似合いそうかなと思うのでやっていこうと思います。それではね側面の1段目を編んでいきます。まずね、はい、1目目、細編みマーカーを入れます。はい、私は細編みを輪の状態で編むときは立ち上がりの鎖をね省略しますが、皆さんはもちろん入れていただいて大丈夫です。はい、ではねこのようにね前の段が裏向きの状態で往復編みなので、ここはこっち向きで編んでいきますね。はい、シンプルに今回は往復編みで編んでみようと思います。この色がねどういう柄になっていくのかなっていうのをね知りたいなと思いますね。でちなみに柄物が2個とね無地が1個なんですけど、これね、はい、こちらはゴールドは入ってないんですけど、夏らしい感じのブラウン、グリーン、ブルーのね好きな感じです。それからこちらはとっても淡いパステル調のねグリーンです。優しい感じのねカゴバッグとかエコバッグ良さそうですね。そしてこちらがね焦げ茶色、ちょっとマットな感じ、これはねもうなんかカゴバッグ、ザカゴバッグみたいな感じで、はい、何か考えようと思います。でまずはねこの、200m という分量をね、はい、ビジュアル的にこう自分で把握したいので、細編み往復編みでシンプルに編んでいこうと思います。はい、あんまりないですよねこういう一本の中にねマーブルになっている。そしてこれも私 Amazon で買ったので、この糸1本だけすごいこう
ゴールドがね光っててとってもゴージャスなんですけど、これ編み始めてね思ってたんですけど、スズランテープの2分の1にしたネイビーとゴールドをね、それを引き揃えて編んでもこんな風になるんじゃないかなってふと思ったんですね。だからそれも編んでみて検証してみたいなと思いますね。ネイビーの半分とゴールドの半分を引き揃えてバッグにしたら、これと似てるような感じに、色も同じなのでなんかいい感じになるかもしれないなとかね。私去年スズランテープ半分に裂いたものでいくつか編んでますけれども、シルバーとピンクをね半分にして編んだバッグがあって、それねすっごくね可愛いです、ピンクとシルバーが。なのでこれもね同じ紐じゃなくてもこういう風合い色味で編みたい方はそうやってスズランテープで2分の1同士合わせるでもねいけそうな気がいたしますので、お時間ある方はちょっとねお試しいただければと思います。私もまだね今年スズランテープは編んでないんですよね。農家の紐の帽子の時に縁取りにね黒2段編んだだけで手をひどく痛めてしまったので、はい、スズランテープちょっとね危険なんですけれども、はい、可愛いロゴ多いので編みたいなと思ってますので、またね近々編みたいなと思っておりますが、今回これねアマゾンさんで買ったんですけれども、信じられないほどの激安でね、なんだかこれね私買ったのね処分価格だったっぽくって、私はどれも340円とか460円とかで買って4個全部でね送料もいらなくって1800円ぐらいで4個買えたんですよ。なので1つがね450円ぐらい、はい、なんかね350円ぐらいのもあったし460円ぐらいのもあって、合計で1800円ぐらいでこの4玉を買いました。でその後でねGoogle で検索したら他社さんでもね販売がありました、はい、他社さん楽天とかねヤフーさんだとまた送料がねかかったりすることはあるようなんですけれども、売ってるのがね見つけましたので、ご興味ある方は Google 検索で、はい、見てみてください。いろんな色がね可愛い色がいっぱいありました。やっぱイタリア製だから発色がいいとか可愛いとかそういうのがね多めかなと思いました。ちょっとね珍しい素材挑戦してみたかったので、はい、1個ねそう400円ぐらい、どれだったかな、これだったかな、321円とかだったんですよね。はい、なのでエコアンダリア買うよりは安く買えたんですよね。 200m を4玉で1800円だから、エコアンダリアって500円ぐらいしますよね。それ考えると分量的にはねお得に買えたなと、はい、思っております。と話しているうちに、はい、1段ね編み終わりました。で、こちら側は今表になっていますので、はい、表の時は後ろから引き抜いて、でね私これをね今までこっち置いてたんですけど、こっちに置きたいですよね、はい、そう向こう側に置きたい、はい、です、はい、で側面の1段目おしゃべりしていて終わりました。はい、で2段目、はい、いきますね、はい、で1目目もうね往復編みですのでね技はありません。はい、ひたすら丁寧に目が揃うように編んでいくということになりますね。はい、今回のミッションはこのゴールドとネイビーの柄が細編みを深編みをするとどのような柄になってくれるのかっていうのと、どれぐらいの面積分ね編めるのかっていうのを知りたくて、今回ねこんな風にやっています。はい、かぎ針はね 7mm というジャンボ針で
ゆるく編んでおります。私固く編むとね、手がもう動かなくなっちゃうので、ゆるく編んでいますね。はい、ゆるく編むコツは、細編み引き抜きました、すぐ行かないで、ね、一回ここで引き、ワイトちょっと緩めることですね。細編み編みました、すぐ行くと手を痛めます。なぜかというと、ここの糸がね十分出ていないからです。なのでここ気持ち緩めてあげると手を痛めずに、そしてここでちょっと出してあげて押しながら、はい、左に押しながらも大事ですね、遮光しないように。はい、まあ、往復編みなのでね、遮光はそんなに気にしなくていいと思うんですけれども、なんかね、なんか不思議ですね。ポリエステルなのに、あのラフィアのね、天然のこうなんか風合いも出て不思議なんですけども、もうね、イタリアンなね、イタリアンマダムの持っているような素敵なバッグになったらいいなと思うので、ではね、これでやってきます。今日はなんかね、お話モードになっちゃって、編み方が単純だから。はい、そうですね、側面は1、2、3段目に入ってました。側面はこのような模様です。かわいいですね。これがこうなる、やっぱり巻いてるイメージと編んだイメージっていうのはね、やっぱりこう違いますよね。はい、ちょうどいい感じのサイズ感になってきてると思いますので、このままね、まっすぐね、編んでいこうと思います。はい、側面をね16段編んできました。側面としては16段ですね。底の方が4段編んでいたので、一番最初から数えると20段ということですが、側面は16段ですね。それでまだね、あの余っていて編めそうなんですけれども、底に対する高さがね、ちょうどもう私これぐらいがいいなと思ってまして、はい、これね、ちょっとショルダーにもできるバッグにしたいなと思うんですね。なので、ここ次から編む、17段目を今から編むんですけれども、そこであの両端にね、 D カンをつけておこうかなと思いますので、はい、ここでね、これを使います。ダイソーさんにね、こちらのね、14個入れの方をね、2つ使います。それではね、Dカンをつけていきます。はい、ここはちょうどね、耳になるんですね。はい、こっちとこっちでね、耳を決めました。で、細編み4回でここ全部つけたいので、ここはね、ちょうど耳なので2目分先に細編みで編んで、こっち側はね、4目つけようと思います。もうね、すっごい綺麗でね、もうちょっとマダムって感じにね、なってきましたね。あの結構ね、あの紐はやっぱりスズランテープとかと一緒で伸びるってことはないんですけれども、最初から細いので、その分はね、少しね、あの平巻きをそのまま編むよりかはね、いくらか編みやすかったかなっていう感じで、手の方はね、今腕は大丈夫なんですけど、ここの中指のここがちょっとね、かぎ針が当たって、ね、痛いかなっていう感じです。はい、ではね、1目目2目目にまずね、つけていきます。まずね、Dカンを平らの方を上に持ってね、はい、構えます。上糸がDカンの上になっていますね。ではね、ここ1目目の頭に入れてDカンにも刺して、上糸をこのように取って手前へ連れてきて、はい、ここで細編みをしますね。はい、1目目の細編みにはマーカーをつけておきますね。そして2目目にも、はい、同じです。頭に入れてDカンを通って、上糸をその上から取ってきて細編み、はいね、2目だとまだね、動いて安定感が悪いので、帰ってきた2目分でまたね、あの止めようと思いますね。はい、はい、反対側の耳に来ましたので、Dカンをね、つけていきます。はい、ここから4目分つけていきますね。はい、このように逆に持ってバッグとDカンをこうやって押さえておいて、
はい、上糸がここにありますね。はい、ではね、頭に入れて D カンを通ってから上糸をかけて細編み、はい、これね4回続けます。頭 D カン通って細編み、はい、頭 D カンを通って細編み、はい、頭 D カンを通って細編みと4目分でね、今ねちょっとつけてちょっと2つぐらい先まで行ってみますね。はい、このようにね内側につけられました。はい、外側につける方はあの外に構えて同じように編んでいただければ大丈夫です。はい、このようにねなりました。はい、いい感じだと思います。はい、あとね残り2目のところまでね帰ってきました。はい、水色のマーカーが最後であと2目あるんですね。ここで D カンをつけていきますね。はい、頭にまず刺して、そして D カンを連れてきて細編み、最後の目の頭にも入れて細編み、はい、ね、4目いたしますとね、あの動かずねすごく安定性が増したかなと思います。ちょうどね耳のところに、はい、Dカンをつけることができました。はい、ではね、ここからは、こういうねかぶせ蓋を編みますので、ここで、糸をね一旦切って終わりにいたします。引き抜いて終わっておきますね。はい、はい、で本体としてはね側面は17段編んだということになります。はい、なんかすごい高級感のあるねバッグに、ね、なってきました。でこちらねあの使っているうちに若干ね伸びてくるかなと思うんですよね。だからちょっとだけ足りないかなって思うけど、お財布とかねスマホとか入れたら自然に少しねじわじわ伸びていくかなと思うので、はい、この高さにしておこうと思いました。で高さの方ね今整えたところで17センチぐらいになっています。はい、17センチぐらいですね。高さが17センチぐらいです。